はい、皆さんこんにちは。今回何かし言及させていただきたいかというと、気になる話題に関してニュースに関して取り上げさせていただいて解説させていただきたいと思います。今回気になったのはスポニチが出している記事ということで、この記事読ませさせていただいて、その後解説させていただきたいと思います。記事のお題としてはテラスハウス、テラハ制作会社の脅迫状ということで、悪質内容のもの、警備員、配置など検討ということで、この件に関してです。フジテレビは27日、ネットフリックスとともに放送していたね、恋愛リアリティ番組テラスハウスの打ち切りをね、公式サイトで発表したということで、番組に出演していた、女子プロレスラーの木村花さんが23日死去、自殺と見られており、原因とされているのが番組内の振る舞いをめぐって、SN 上で多くの誹謗中傷を受けた、こと、悲劇を招いた事態を重く受け止めて決断したということです。富士とともにテラスハウス制作を行っているイーストエンターテインメント社に、脅迫状が届いていることが分かったということで、同局関係者によると中には社員が身に危険を感じるような悪質内容のものもあるということで、同社は会社の警備を配するような対応をしているということで、この件に関して、言及させていただきたいと思います。この件に関してね、まあ、立派な犯罪ですからね、脅迫っていうのはね。で、まあ、郵便物で届いたんじゃないかなって感じがするんだけど、この場合ね、結構やっぱり身元がね判明することが多いです。これがだいたいそこのところでね、だいたいそこどこから出ているのかとか、防犯カメラも今設置してますので、そこのところでね、まあ、いろいろと明らかになっていくんじゃないのかなって感じはします。その中で、まあ、今回ねちょっと言及させていただきたいのは、まあ、番組内でやらせがあったのではないかという件に関して、この件に関してね、まあ、やらせがあったから、その中でこの木村花さんに対してそういうふうにさせてしまったっていうふうなねことも出てるんだけど、まず事の発端としてなぜこれだけ騒がれて誹謗中傷が出てしまったのかっていうのをテラスハウスに出演していた、まあ、正直な話、自分はこの木村花さんに関しては今回の問題が起こるまではテラスハウスも見てなかったので、女子プロレスラー、プロレスも見てなかったので、ね、初めて知りました。その中でね、木村花さん亡くなられて22歳ですからね、自殺と見られておりという、まあ、遺書も見つかっているので多分自殺であるとは思われます。その中で、まあ、このような形で SNS で多くの誹謗中傷を受けたことが要因になっているのではないかとささやかれているんだけど、まあ、それは多分ね大きな要因じゃないのかなって感じがします。その中で、じゃあなんで誹謗中傷されるようになったかっていうと、番組内で、まあね、彼女が、まあ、仲間に対してすごく激怒して怒ったことに対して、それに対して、まあ、SNS でその視聴者の方々が反応してね、すごくね、小汚い言葉で、罵っているということです。だから、これ、小汚い言葉でね、罵るものじゃないと思う。丁寧な言葉で言うならまだいいと思うんです。これは意見ですからね。ただ、小汚い言葉で言って、ものすごいね、例えば死ねとかね、消えろとか、これは完璧な脅迫罪ですから、ここら辺に関してはしっかりとやっぱり調査をしていくべきだと思うんです。亡くなっている状態ですから、例えば遺族に対しての名誉毀損っていうのは、結局遺族じゃない、その亡くなった方に対しての名誉毀損っていうのは、遺族の方が結局訴えないと、適用になりませんので、その中で遺族の方がどう動くかなって感じはするんだけどね。いずれにしても、今回コロナ禍で問題となっていたのは制作会社がやらせでそういうふうに指して、その結果炎上するきっかけになったというふうにもね今ささやかれているんだけど、その中でじゃあ脅迫状をじゃあそれを出していいかって言ったら出してはいけないと思うんですね。そこはやっぱりしっかりとやっぱりね考えていかないといけない。これに関してはしっかり脅迫状を出した人物に対しては、警察が動いて逮捕するまで行くべき、これはちゃんと警察が動くと思います。で、気になったのはね、よく質問があるんです。やらせってあるんですかというね、やらせということで、やらせに関しては、一昔前のテレビ局の制作なんてよくあったことだと思います。でして、今でもやはりやらせっていうのはあると思うんですね。これはなんでかっていうと、番組を構成する上で、やはり役作りって必要なんです。だからこれって例えばね、ドラマもそうじゃない、ドラマみたいなものなんですよね。だからその中でちょっとある程度こういうふうにやってほしいっていうのを伝えるんですよね。ディレクターさんとか AD さんとか、AD さんじゃない、ディレクターさんがね、基本的に。で、その上にプロデューサーさんがいて、その中で伝えていくんだけど、その中で、まあ、伝えていってね、こういう風にやってほしいんだけどみたいな感じで、ね、言ってキャラを作っていくってあるんです。これドラマも一緒ですよね。なので、まあ、やらせといえばこれやらせになるかもしれないんだけど、
そういうふうに言ってるのは事実だと思うんですね、役作りということで。じゃあ全てがじゃあ自由にやってるかってそうでもなかったり、事前に打ち合わせをして、その中で、こういうふうにやっていきたいんだけどって感じで話してってって感じなんですね。だからまあなんかやらせなんていう問題がありますけど、まあ、そういうこともありえなくはないのかなとは思います。やらせというか、まあ、打ち合わせでこういう、ね、番組にしたいってあって内容にしたいっていうのはあったとは、ね、なんとなく感じるところはあります。あとは YouTube なんかもそうなんですね。 YouTube なんかもやらせなんて結構あるんですよ。だから再生回数稼いだり登録者を増やすためにやらせっていうことで、例えばねあるのが、どこどこに行きました、スラムとか危ない地区に行きました、でお金を事前に与えとくんです。でもしくは仲間に、ね、伝えて仲間に襲わせるんですね。喧嘩を売らせたりして、それでなんだこれてめえやつって、で追い払って、それで正義の味方強い人物みたいなのねやって、やらせで、それで得ているような人もいます。どこどこのスラム行くからっつって、じゃあスラムで実際お金与えたりしてるんだよね。でそういうなんか来る人々に対してね、で、それで役みたいな感じやってるのもね、やっぱり見ることができるかなって感じがします。テレビ局もっていうのであれば、 YouTube なんかも結構やらせなんか結構あったりするのが実情です。だいたい YouTube なんかもね、やらせじゃやらせじゃないかっていうのもだいたい見たらわかりますね。どこどこの危ない地区に行って、ああこれもう切羽詰まった顔してる時とかね、もうだいたいカメラのあれ状態わかるんですよね。あこれだって普通にね、映した感じで大体もう分かるのは分かるんです。だからまあこれはテレビ局もそうなんだけど、 YouTube 上でもやらせっていうのが起きてるのかなって感じがします。うん、まあとにかくね、この木村花さん亡くなってたということでね、非常にこの誹謗中傷なるものは根もない話とかね、あとはこう汚い言葉でやはり批判するのはやっぱダメだと思うんです。その中でまあ今法改正ということでいろんな法律がね、ちょっと変わろうとして、そこのところでね新しくできるとも言われているんだけど、しっかりとしたところね、まあ実際例えば何かコメントするときだって IP アドレスから住所とか本名がね得れるわけであって、ここら辺を甘く見ている人々が匿名だから何も自分は分からないと思ってやってるんだろうけど、実際分かるってことですね。これはやっぱりしっかりとやっぱり社会に示していくべきなのかなって感じはします。ということで今回木村花さんの件に関して気になる問題ということで、言及させていただきました。このいった問題に関してはね、これからもねまた言及させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。